ロット・ポーランド航空はポーランドの国際航空会社である。ロット・ポーランド航空本社1929年に民間航空会社数社が合併し設立された。ロットはポーランド語で航空の意味を持つ。ポーランド国有財産省が株式の99.82%を保有している同国のフラッグキャリアである。 世界31カ国49都市に就航している。ワルシャワ・ショパン空港をメインハブ空港としている。航空券の座席予約システムはアマデウス IT グループが運営するアマデウスを利用している。ポーランドの商業航空は1920年に始まった。1922年にはロットの前身となったアエロロイド社がワルシャワ・グダニスク。 ルブフを結ぶ定期運行を開始し、その多数者が様々路線を開設した。これら市営航空会社各社は1928年に一旦解散され、それらの機材は12月29日に国営のロット、ポーランド航空として再編成された。ポーランド航空は1929年1月1日に初の定期運行を開始した。 最初の航空機は、ユンカース F13 及び、フォッカー F7 であった。1930年に IATA に加盟し、この年の4月1日から国際線の運航を始める。1931年、コウノトリとグラウスキーをモチーフとしたエンブレムが、公式に使われることとなった。第二次世界大戦中は格納庫や空港ビルの多くが破壊されたため、 固有旅客機や従業員をルーマニアに避難させた。1945年、第二次世界大戦が終結し、運航が再開された。現在のロット、ポーランド航空の前身になる国内航空会社、ZOO は、当時自由な経営ができない状態であったため、ロット、ポーランド航空の翼は、復興に役に立つというスローガンで様々なポスターを打ち出した。 1949年には第二次世界大戦前に運行中止になった路線を再開した。1955年にはヨーロッパ以外にも路線を拡大した。その後、ポーランドはソ連側ジュニエーだったため東側ジュニエーのツポレフやイリューシンを多く使用した。1978年には二人のデザイナーによって現在のロゴが描かれた。 2003年10月、スター・アライアンスの16番目の会員として加盟する。このスター・アライアンス加盟を機に、ルフトハンザ航空のプログラムである、マイルズモアに統合された。2012年12月14日より、ボーイング787から8型機の初号機が、ワルシャワ・プラハ線で就航を始めた。受領が進み次第、 順次、ロンドン・フランクフルト・ハノー・ファーミューン・ヘンキ・エフ・ウィーン、ブダペスト・ブリュッセルのヨーロッパ旧路線に投入予定である。2013年1月16日、ワルシャワ・シカゴ線は、同社大西洋路線でボーイング787の8型、機就航当日に同系機運行停止となったため、同社保有同系機1機は、シカゴ到着後に運行停止、しばらく止め置きとなった。 2013年、経営危機から EU などの承認を受けて、ポーランド政府から8億400万ズオティの公的支援を受け、経営再建を図ることになった。そのため、12路線が運休となり、さらに2015年12月31日までは、人材や機材、コストを削減する、事業再構築期間で、新路線などへの投資を制限されていた。 2015年6月19日、路線開設規制の解除を機に、アジア路線を強化すると公式発表した。まず、日本路線を真っ先に開設したいと述べ、2016年1月14日から、ワルシャワ東京、成田線にボーイング787から8型機で、週3便を就航させた。2016年秋をめどに、ソウル、バンコク、 香港などを開設する意向を示した。2018年5月15日、ワルシャワ・シンガポール線の運行を開始した。道路線は、ロット最長路線である。2019年9月、ブダペストのリストフェレンツ国際空港を拠点化し、ソウル、クラクフ、ロンドンシティ、ブカレスト、ブリュッセル、シュトゥットガルト、プラハ、ベオグラード、ソフィア、ニューヨーク、 シカゴに就航させる予定である。ロットの機材は以下の航空機で構成される2012年11月11日にヨーロッパの航空会社では初となるボーイング787が納入された。ポーランドは旧東側ジミエだったため社会主義政権時代はイルマイナス62やマイナス134などのソ連製の機体を使用していた。なお、 ロット、ポーランド航空が発注した、ボーイング機のカスタマーコードは 5D で、737から 85D、767から3 5デルなどとなる。他マイレージサービスは、ルフトハンザドイツ航空の運営する、マイルズモアに参加している。ロットポーランド航空は、ピープルと協力して、ワルシャワショパン空港で、ポロネーズビジネスクラスラウンジを運営している。 ラウンジは、ロット・ポーランド航空、または、スター・アライアンス所属の航空会社のビジネスクラスチケットの旅行者、スター・アライアンス、ゴールド会員やポーランド国格公当局のグッド・スタート、プログラム会員は利用できる。ポロネーズ・ラウンジは2010年にリニューアルを実施した。ビジネス会議施設、インターネットアクセス、ワークスペース、ローカル、国内、 外国メディア、アップル iPad アクセスなどのサービスが提供される。ポロネーズラウンジの営業時間は、現在、ロットポーランド航空のフライトスケジュールに従って調整している。今後も変更される可能性がある。ラウンジは、ワルシャワショパン空港のターミナル A に位置している。セキュリティチェック後の宣言ゾーン内の出発ラウンジ上の1階から、 階段とエレベーターでアクセス可能である。ロットは1997年7月1日に設立されたユーロロットを2015年3月まで子会社として持っていた。2005年格安航空会社のセントラルウィングスを設立したが2009年3月に運行を停止した。ありがとうございます。